はようございます。広島県議会ダイジェストです。この番組では広島県議会の定例会の様子を定期的にお伝えし、広島県民の生活に深く関わりがある議会の審議について分かりやすくお伝えしてまいります。そして解説には広島経済大学の細井健一教授をお迎えしてお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてパネラーとしてプロ野球解説でおなじみの山内康之さんとタレントの浅田真由さんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なかなかね、県議会について触れる機会がないので、県民目線でね、今日は県議会を学ばせていただこうと思ってます。浅田さんは？はい、私は今日はもう生徒の気持ちで臨みたいと思ってますので、細井先生、金田さん、いろいろ教えてください。よろしくお願いします。はい、任せてください。せっかくですから、この楽しんで学んでいきたいと思います、うん。さあ、早速ですが山内さん、はい、県議会の役割ご存知ですか？役割ですか、まあ、県議会議員の方が集まってさまざまな議案を議論してるぐらいしか分かんないですね。浅田さんは？例えばですけど、あそこに何を作るとか、うん、まあ、その建設費用がどれくらいだっていう話し合いをしてるんじゃないのかなと思います。お二人ともこの大まかには合ってます。ただこの身近なようであまり詳しく知らないという方はきっと多いと思うんですが、先生、これ県議会の役割どんなものでしょうか？はい、大筋お二人がおっしゃられた通りなんですけれども、やはりその県民の代表者である県議会議員がですね、皆さんで集まっていろんなことを議論したりとか決定したりするという、そういうところです。で、具体的にはですね、例えば予算や条例案、それから県政の重要事項について賛否を決定する、これ議決と言います。それからその議決に必要な調査や検査というのもされます。それから例えばコロナの対策の問題であるとか、広島県だけではどうしようもない問題というのがありますね。こういったことについてですね、国会等について意見書を提出するといったこともされるんですね。浅田さん、というわけでこういう役割が県議会にはあったわけなんですね。お恥ずかしながら詳しくは知らなかったんですけど、私たちが平穏無事に暮らしていけてるのもこういった県議会があるからっていうことですよね。はい、そうなんです。広島県を豊かで住みよい地域社会にするために県議会は動いているんです。さあ、そして県議会では6月、9月、12月、2月の年に4回定例会が開催されます。しかし災害などの緊急な事案に県が対応するため、早急に予算などが必要な時は臨時会が開催されることがあります。さあ、細井先生、この6月の定例会の前に臨時会がありましたね。そうですね、5月と6月の2回開催をされたわけですけれども、まあ、主に新型コロナウイルス感染拡大防止、この対策についてですね、議論されました、ね。ではその5月と6月の臨時会、どんな審議があったのか見ていきましょう。5月の臨時会は5月14日と15日に行われました。休日に行われたのは63年ぶりです。新型コロナウイルス感染拡大防止の休業要請等に協力した飲食店等への支援や PCR 検査を受けやすい環境づくりなどの補正予算案が審議され、総額583億8500万円の補正予算案を可決しました。6月10日11日に行われた臨時会でも、休業要請等で影響を受けている中小事業者等への支援などの補正予算案が審議され、総額226億3600万円の補正予算案を可決しました。さて、細井さんは今回の臨時会どう見られましたか？はい、そうですね、まあ、県としてはですね、さまざまな感染防止対策、これを取ることによってですね、その感染の急拡大を早く深く短く抑え込むと、そして一日も早く日常を取り戻すと、こういうことに注力をされているという様子がよく伺えますね。そしてまたこの予算の規模を考えましてもですね、その県の強い意志というのがまた伺えるじゃないでしょうか。しっかり手当てしている印象がありますよね。はい、そうですね。さあ、山内さんは今回のこの臨時会の内容ですけれども、どんなふうに感じてますか？まあ、今回私のね、知り合いにも飲食店の経営をしている方がいるんですけども、なかなかこう支援があってもね、うまくいかない、経営が難しいようなんですよね。ですから手厚いね、支援をしていただけたらなというふうに思いますね。この困ってる皆さんに必要な支援が行き届いてほしいところですよね。さて、ここからは6月に行われた定例会についてご紹介してまいります。6月定例会は臨時会の後、6月25日から7月6日にかけて、ご覧の日程で12日間行われました。
さて細井先生、注目すべきポイントどこでしょうか。そうですね、やはり新型コロナウイルスの感染防止対策というところでしょうね。まあ、やはり第4波落ち着いてきてますけども、まあ、第5波が間もなく来るのではないかというこの可能性高くなっている、それを懸念される状況なわけです。でそうなってくるとそれをどう防いでいくかのという対策、それとあとはワクチンの接種ですね。このワクチンの接種をどう加速していくかというあたりが、注目になってくると思いますね。また、コロナの感染防止対策、これ中心になっていますけれども、環境問題や地場産業への支援策などですね、広島県の未来を見据えた議論というのも持ち上がってきていますね。では6月定例会で審議された議案をご紹介します。まずは6月補正予算からです。総額は545億2000万円で、その主な内訳は新型コロナウイルス感染症対策の強化や、それぞれの欲張りなライフスタイルの実現に向けた取り組み、さらに創造的復興による新たな広島県づくりなどに充てられます。また予算以外の議案としては、過疎地域の産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例の新設や、海田大橋の通行料を値下げするための条例改正などが提出されました。さてここからは2日間行われた一般質問の様子をご覧いただきます。まずは一般質問1日目の6月30日に行われた3名の議員の皆さんです。吉井議員はご覧の質問のほか、新型コロナウイルス感染症の第4波対策にかかる諸課題について質問しました。これらの集中対策が全てにおいてうまく機能していたわけではなかった点について私は指摘をさせていただきます。事業向け集中検査と広島市と福山市の薬局での検査キットの配布を停止する事態となりました。でまた宿泊療養施設の稼働率が半分程度であったにもかかわらず、自宅待機者が数百人もいる日も何度かありました。この間の取り組みにおいて県として何を課題として捉え、今後第5波が来た時に向けてどう備えていかれるのか、知事のご所見をお伺いをいたします。まず PCR 検査の集中実施につきましては、急速に変化する検査件数を的確に見込むことができず、事業所の皆様の検査ニーズに応えられなかったことは課題であると考えております。またさらなる宿泊療養施設の確保や待機患者の搬送体制の確立に時間を要したことにより、自宅に待機いただく方が多く発生する時期があったほか、療養者数の正確な把握に課題があったと考えております。運用面の課題を検証し、各保健所におけるトリアージを含めたオペレーションを見直すなど、県民の皆様に安心いただける医療提供体制の構築に取り組んでまいります。高田議員はご覧の質問のほか、カーボンニュートラルにおける研究開発段階の技術への積極的な支援等について質問しました。湯崎知事は3月18日、広島県ゼロカーボンシティ宣言を発表されました。従来型の CO2 排出の削減の取り組みに加え、CO2 を回収して再利用し、産業活動の中で循環させる、まさにものづくりを強みとする本県の特性を考慮した的を射た方向性であるというふうに思います。2050年に向けて総力を挙げての戦略的な行動が必要であり、本県においても分野を絞り込み研究開発段階の技術に積極投資すべきと考えますが、知事のご所見をお伺いいたします。ものづくり産業が集積していること等の本県の強みや、現在大崎上島町で進められている取り組みを最大限に生かし、本県がカーボンリサイクルの先進地域となることにより、環境エネルギー産業の集積を図るとともに、世界のカーボンニュートラル達成にも貢献してまいりたいと考えております。将来を見据え、再生可能エネルギーにおける産学官連携による研究会を8月を目途に立ち上げることとしており、本県の強みが生かせる分野を見極めながら取り組み内容の検討を積極的に進めてまいります。平本徹議員はご覧の質問のほか、感染症拡大防止協力支援金の単価設定について質問しました。協力支援金の1日あたりの額を他県より5000円減額した県独自の設定については、国の制度を最大限活用することなく、県内の協力した事業者に対して不十分な支援だったと言わざるを得ません。20日に本県の緊急事態宣言は解除され、21日以降は県独自の集中対策として
国の設定単価から5000円下げることなく2万5000円の設定となりましたが、協力支援金の単価設定について6月20日までの間1日5000円トータル20万円を減額した理由を知事にお伺いをいたします。令和3年度第1期の協力支援金の単価設定につきましては、感染が発生していた流川八軒堀地区の飲食店等の PCR 受験を促すことを前提とし、 PCR 受験の有無により4区分に設定したものでございます。流川八軒堀地区の飲食店等のほとんどが休業したため、第2期の協力支援金から PCR 受験による加算措置を設定する必要はないものと判断し設定したものでございます。はい、3名の議員、さまざまな角度からの質問があったわけですけれども、細井先生いかがでしょうか。はい、そうですね、やはりコロナ関連の質問が多かったですね。やはり今ですね、第5波が来るんではないかということが懸念されるというそういう状況ですから、感染防止対策、これは当然しっかりやっていただきたいですね。ただその感染防止対策のあり方ですけど、今やはり飲食店の方なんかですね、私もお友達たくさんいるんですけれども、大変厳しい状況に置かれていらっしゃいますね。だからそういう苦しい業種に対する支援というのもですね、より一層しっかりやっぱりやっていただきたいなという気がいたします。そしてまたそろそろですね、コロナももう1年以上経つわけですが、なんとかこうアフターコロナのことも見据えてですね、希望が持てるような対策というのもですね、打ち出していただければと、そんなふうに思いますね。このコロナが収束した後に広島県がこの明るく動き出せるように今からというところですよね、うん、それが大事ですね、はい、山内さんはいかがですか。やっぱりコロナウイルスの感染症対策ですよね。宿泊療養施設を、ね、確保されているということなんですけども、そもそも入院できる病院って少ないんですかね。この点についてはですね、日本は人口当たりの病床数というので見ますと、その世界的に見てもかなり多いんですね。もう病床大国なんていうふうに言われることもあります。しかしですね、その感染が拡大した時に皆さんそこへどっとこう入院されてしまうと、重症の方が入院できなくなってしまうなんて、そういうことも懸念されるわけですね。でそこで、軽症者や無症状の方はですね、自治体が確保する宿泊施設で療養できるようにということで法律が改正をされたんですね。でそこで重症の方は病院、軽症の方あるいは無症状の方はホテルというふうに使い分けて、医療の逼迫を防ぎましょうというこういう対策になっています。まあ、この広島県でいうと、この適切な時期にホテルの部屋も病床も増やしている印象がありますけれども、浅田さんはどうですか。はい、私はそのカーボンニュートラルについてなんですけど、はい、最近ちょっと聞くようになったんですけど、こう具体的にどういったことなのかなと思って。なるほど、まず言葉が分かりにくいかもしれませんね。カーボンニュートラルっていうのはカーボンをニュートラルにするということなんです。まあ、カーボンっていうのは簡単に言うと CO2 なんかを中心にした温室効果ガスのことですね。これをニュートラル、中立状態にする、まあ、簡単に言うとゼロにするということなんですが、全体としてゼロにするっていう言い方をよくするんですね。要するにこの CO2 をですね、どうしても出してしまう部分っていうのがあります。これを減らすことも大事なんですけれども、出してしまった分を吸収したり再利用したりする、その減らすという部分も含めて差し引きゼロにすると、こういうことを考えていこうというわけなんですね。でこの CO2 をですね、こう削減したり再利用する部分をカーボンリサイクルというような言い方をしますけれども、この部分が新たなその産業につながっていくのではないかということで、ここもまた注目されているところなんですね。環境に配慮しつつ広島の産業にこう活用していくということですかね。はい、そういうことです。じゃあ広島の産業が発展していくのであれば支援はやっぱり必要ですよね。そうですね。さあ、このカーボンニュートラル、広島、日本、そして世界的な課題でもあります。さあ続いてはこちらのコーナーです。広島行けるの全力県議会。このコーナーでは僕広島イケルが県議会に関する豆知識などを説明するよ。今回の豆知識はこちら。常任委員会と特別委員会。早速だけどお二人、常任委員会と特別委員会どんなことをするのか知ってる？知らないです。県議会とは違うってことですよね。まあ、県議会議員さんが集まっていろんな話し合いを会議するっていうぐらいしか分かんないですけどね。難しいようだね。じゃあ説明していくぜ。まず委員会とは何か。
県議会議員全員が集まる会議を本会議というんだ。これは先ほど見てもらった定例会がその本会議なんだね。実は本会議で決める前にたくさんある県の仕事を種類ごとに分けて少人数で細かい部分まで話し合う会議が委員会なんだよ。常任委員会と特別委員会の違いは何ですか？それはね、いつもあるのが常任委員会。専門分野別に審査調査するんだよ。そして必要な時に作られるものが特別委員会。複数の常任委員会にまたがるテーマを審査調査するんだ。それぞれの委員会はいくつも種類分けされてるのかな？その通り。まず常任委員会は6つあるんだ。今回委員会のメンバーも変わったので合わせて紹介しよう。県の活性化や地域の振興などについて話し合う総務委員会。県民の生活や健康、環境などを話し合う生活福祉保健委員会。農業や畜産業、林業、水産の発展などについて話し合う農林水産委員会。道路や河川、公園の整備などについて話し合う建設委員会。学校の設置や教育の充実などについて話し合う文教委員会。犯罪や交通事故の防止、産業の発展などについて話し合う警察・商工労働委員会。これらが常任委員会なんだよ。そして特別委員会もご覧のようにこの度7つも新しくできたんだ。どれも県の重要課題を話し合う重要な委員会となっていて、調査・研究・政策の提言と議員の皆さんは議会の閉会中も活動し続けているんだよ。山内さん、まゆちゃん、どうだい、わかったかい？こんなに委員会の数があるなんて知らなかったよ。全部で13もあるんだね。それだけ細かく県民のために審議してくださってるってことなんですね。そうなんだ。じゃあこれからも県議会の豆知識を紹介していくよ。じゃあね。広島エケルの全力県議会、次回もお楽しみに。では本会議の話題に戻りまして、2日間行われた一般質問の模様をご覧いただきます。続いては一般質問2日目の7月1日に行われた3名の議員の皆さんです。下西議員はご覧の質問のほか、船舶産業事業者への支援について質問しました。船舶産業は地域の経済雇用を支えている重要な産業であり、負の連鎖が続き、一定規模の船舶産業の集積が維持できない状態に陥れば、本県経済や雇用に多大な影響を及ぼすのではないかと思っております。他国との競争や新型コロナウイルス感染症の影響により、苦境にある本県の船舶産業について、地域経済と雇用を支える重要な産業として守る必要があると考えますが、県はこれまでどう取り組み、今後どう支援していくのか、合わせて知事にお伺いをいたします。これまで設備投資や研究開発を支援するとともに、雇用調整助成金の活用促進や迅速な資金繰りの支援などにも取り組んでまいりました。今後につきましては、県内の船舶産業関係事業者の皆様のニーズを把握し、直面する課題の共有や必要な対策について検討していくとともに、激化する国際競争や人材不足の深刻化など厳しい環境に置かれている本県船舶産業の支援にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。前田議員はご覧の質問のほか、教育職員による児童生徒性暴力防止法について質問しました。この新法では、わいせつ行為で免許を失効した教員の再取得を、免許授与権を持つ都道府県教育委員会の判断で拒絶できる裁量権が与えられています。子どもたちが安心安全に学校生活を送るためにも、これまでの教育庁の方針通り厳しい姿勢で臨んでいただきたいと思います。今後教員を採用する際には、こうした制度の網をすり抜けた教員が知らないうちに教壇に立つということがないよう、
しっかりと調査確認をしていただきたいと思いますが、教育長のご所見をお伺いします。教職員によるわいせつな行為は決してあってはならないものと考えております。この免許状を再び与える運用につきましては、これまで同様厳しい姿勢で臨んでまいりたいと考えております。また教員の採用にあたりましては、教員としての適格性を厳格に見極め、わいせつ事案等を行ったものを採用することのないよう厳正に取り組んでまいります。出原議員はご覧の質問のほか、総合的視点に立った政策の推進について質問しました。長期的な未来観、未来像を起点に発想議論し、総合的視点を持って未来の目を見出し、さまざまに組み合わせること、そして民間企業の活力を生かし可能性を引き出す創発的な政策や事業を組み立てていくことが、これからの広島県には求められると思いますが、今後どのように取り組むのか、町内における未来からの逆算的思考の定着と実践を含め、知事のご所見をお伺いをいたします。施策の推進にあたっては、総合的な視点を持った課題設定を行い、未来からの逆算的思考のほか、市長や民間との共同といった多様な実施手法の考え方も取り入れながら、戦略的に施策を立案することが重要でございます。また立案した施策を着実に遂行していくためには、施策の実行力を高めることも重要であると認識しております。今後も総合的な視点を持った戦略構築力と施策の実行力をさらに高める取り組みを進め、町内全体に定着させることで、広島ビジョンに掲げる目指す姿の実現に結びつけてまいります。はい、一般質問2日目、細井先生、最後は少し大きな話になりましたね。はい、そうですね、今の最後の総合的質問、総合的視点に立った政策の推進というこの質問の中でですね、その未来からの逆算的思考で、今何をすべきかを考えるというこういう発想がありましたね。はい、こういう発想バックキャストっていうんですけども、バックキャスト、はい、これ非常に重要なポイントだと思うんですね。というのは、2点あるんですけども、まず1つはですね、今の自分というか今の県の在り方っていうのを起点に将来像を描いてしまうと、到達できるところにやっぱ限りがあるわけですね。はい、今の現状だとここまでしかいけないと。でこれを現状からでは考えられないような遥か高い目標を設定するというですね。でこういうのがまず1つ大事なポイントだと思います。はい、で、そうなった時にはですね、現状では考えられないような高い目標を設定するわけですから、それ達成するためには民間の活力、これを利用してイノベーション、こういったことを起こしていかないといけないわけですね。なので民間の知恵をしっかり活用するというところをそこでは考えていただきたいですね。それとバックキャスト思考のもう一つ大事なのはですね、現状では考えられないような未来を考える、これも大事なんですが、そこへ行くための中間のステップも逆算して考えていく、これ大事ですね。今このコロナでですね、もう先の見えない時代ですから、将来像をただ描くだけではなくて、そこ行くためにこういうステップを通っていくんだというこの道筋をちゃんと示してもらえると、これが安心につながっていくと思いますね。これ大事だと思いますね。これ先生、その高い目標のためには技術革新も必要というところはあるわけですね。はい、場合によってはそうだと思いますね。やっぱ普通にやっててはそこまでたどり着けない、何かそこへ行くための革新的な方法というのも見つけないといけない。山原さん、この新しいキーワードバックキャストという言葉が出てきましたよ。はい、バックキャストは野球と同じですね。おヒットを打つためにはどうすればいいのか、三振を、取るためにはどうすればいいのかね。選手はね、そういった目標に向かって努力しているわけですからね。なんか一緒な感じしますね。確かに同じ発想ですね。浅田さんはどうですか。私ちょっと気になるのが、船舶産業への支援についてなんですけど、広島県って造船業日本でもトップクラスですよね。それでもやっぱりそこに支援っていうのは必要なんですか。ああ、なるほど。確かにトップクラスはトップクラスなんですね。例えばですね、その日本で最古のドック、これはですね、倉橋島の桂ヶ浜ドックというようなところ、ここなんです。それから皆さんご存知のように戦艦大和なんか作られたのも広島県ですね。そういう意味では広島の船舶産業、確かにおっしゃる通りトップクラスなんですけれども、世界に目を移しますとね、やはり中国や韓国との競争、これが非常に激しくなってきて苦しい立場に置かれているんですね。でもそういう日本でもトップクラスの重要な産業なだけにですね、やっぱりその地位をしっかり守っていけるように、しっかりした支援が必要になってくるということだと思います。広島県の経済のためにも中国韓国に負けない産業であってほしいと思います。街のご意見番、
広島県民の皆さんに新型コロナウイルスが収束した時、広島県に期待することを聞いてみました。お母さんたちが孤独にその子育てとかしないように、まあ、あの県で取り組んでいただいて、まあ、みんなで子育てしていくっていう雰囲気を、まあ、コロナ禍でもできるだけ作っていただけるとありがたいですね。まあ、夏とかイベントがないんで、イベントしてもらえるようにしてもらうといいかなと思います。花火大会とか、祭りとかですかね。まあ、みんなが楽しく過ごせるように、大変な人とそうでもない人を、格差というかそういうのがないような、みんなが楽しめるようにうまく行政とかが動いていただければいいかなと思います。医療関係のこと携わってるんで、そっちの方をやっぱりちょっとまたコロナ以外でもやっぱりそっちに負担にもかかってると思うんで、もうちょっと考えてもらえたらいいんじゃないかなって思うんですけどね、皆さん貴重なご意見ありがとうございました。早くコロナが収束し明るい広島県に戻るといいですね。では今回可決された意見書についてご紹介します。6月定例会では地方鉄道の維持確保を求める意見書、地方財政の充実強化を求める意見書の2つの意見書が可決されました。ここで広島県議会からのお知らせです。広島県議会では定例会後に広報誌広島県議会だよりを発行しています。6月定例会の広報誌は8月1日日曜日の新聞折り込みなどでお届けします。また本会議や委員会の様子はインターネットでも見ることができます。今回ご紹介できなかった他の一般質問の模様や過去の映像、そして各委員会の資料なども見ることができますので、詳しくは広島県議会のホームページをご覧ください。さて広島県議会ダイジェスト、今回は6月定例会の様子をご覧いただきましたが、細井先生は今回どんな感想を持ってますか？そうですね、私はやはりそろそろですね、アフターコロナのことを見据えてですね、希望の持てる県政という、これやはり期待したいですね。でそのために私個人的にはですね、観光産業あたりをですね、しっかり支えていくのが大事かなというふうに思っています。というのは、まあ観光産業今疲弊しているということもあるんですけれども、やはり関連産業が非常に広くてですね、裾野の広い産業なんですね、で経済効果大きいと思われます。でもう一つはですね、観光産業っていうのが活発になってくると町に活気が戻るんですね。なるほど。でこれが消費マインドを改善する効果があって、経済政策経済効果もですね、大きく出てくるんじゃないかという気がしています。ただし、観光客が増えたから、感染者も増えてしまった、これでやっぱり困りますので、感染防止対策とぜひセットでですね、進めていただきたいなというふうに思います。山内さんはいかがですか？私たちの、ね、生活のためにいろんな話が行われてですね、予算がついて住みよい、ね、地域社会が作られているってことが本当によく分かりましたね。正直今まで県議会はどこか他人事のように考えていたんですけど、議員さんたちがこれだけ真剣に話し合いをしてくれて、広島県を良くしようとしてくれてるっていうのを初めて知ることができて、もう私の中で県議会がトレンド入りしました。いいですね、県議会トレンド入り、はい、私たちの生活に深く関わる県議会、これからも分かりやすくお伝えしてまいります。今日は皆様ありがとうございました。ありがとうございました。